皆さんこんにちは。ロッテで走塁のスペシャリストとして活躍する和田康士朗外野手。彼の野球人生には他人と違う大きな特徴があります。なんと高校で野球部に所属していないのです。甲子園を目指してその先にプロがあるというのが日本野球の王道ルートです。プロへとたどり着いた違う道のりはどんなものだったのでしょうか。今回は和田康士朗の異色の野球人生を紹介します。まずは和田康士朗のプロフィールから見ていきましょう。名前、和田康士朗。生年月日、1999年1月14日。出身地、埼玉県東松山市。投打、左投げ左打ち。ポジション、外野手。和田は市立一の川小学校4年生の時に野球を始めました。運動会の徒競走ではいつも1番でした。1年生の時からドッジボールチームに入っていましたが、そのチームの友達に誘われ野球の練習に行ったのが野球を始めるきっかけとなりました。外野、一塁、投手と様々なポジションをこなし、やがて一番、中堅という定位置に落ち着いていきます。厳しいチームでしたね。内野の100本ノックというメニューがあったんですけど、時には泣きながら受けていた記憶があります。ただ同じ学年は仲が良かったので本当に楽しかったですよ。中学校でもその仲間たちと一緒にプレーでき、東松山市立北中学校の野球部へと進みます。軟式を選んだというより硬式は頭にはなかったと言います。ところが下級生の時は練習が緩すぎてチームの形を成していませんでした。2年生の時に指導する先生が変わったのが転機となります。和田の身長も1年生の時には154センチだったのが、3年生になると178センチへと急激に伸びていきました。2年生の秋には市内を勝ち抜き県大会に進出します。新しい先生は本当に真面目でしょっちゅう怒られてばかりいました。ミスばっかりしていたのもあるんですけど、野球を続ける原動力になっていたのは仲間の存在でした。ただ和田の野球人生はここで一度終わりかけます。高校進学にあたって野球を続けるつもりは全くなかった、もういいかなと思ってと振り返っています。担任だった中学の野球部監督には三者面談で野球をやめるのを止められました。それでも部活自体もうやる気がなかった。バイトをするとか高校生らしさに憧れていたんです。通学が電車で15分ほどと近いという理由で県立の小川高校に進みました。小川高では1年生の間は何らかの部活動に入らなければいけないというルールがありました。そこで選んだのが陸上部です。もともと足には自信がありましたが、もっと速くなりたくてとインターネットの動画を見て陸上選手の走り方を研究しました。短距離からやり投げ、砲丸投げまで一通りの種目を試した後に取り組んだのが走り幅跳びでした。6メートル45センチを飛び、埼玉県で15位に入ったという記録も残っています。ここで仲間の存在が和田を再び野球に引き戻します。山村国際校に進んだ中学校のチームメートが1年生の夏からベンチ入りを果たしました。夏の埼玉大会初戦の相手は強豪の花咲徳栄。テレビ中継を見ているとベンチにいる友の姿が何度も目に入りました。楽しそうだな、もう一度野球をやってみたいという気持ちが湧き上がりました。しかし高校の野球部に入るという選択はありませんでした。人数が少なく活動があまり活発ではなかったのです。父に野球をやりたいと相談すると、父の仕事仲間がプレーしていた社会人クラブチーム時川硬式野球クラブの存在を知りました。最初は遠くから練習を覗きに行きました。高校野球なら最上級生でもせいぜい2歳違いです。ところがクラブチームには40代の選手もいます。みんな年上ですからね。最初は気まずさもありました。ただ大学生や一人だけ同じ高校生も所属していました。2年目からは中堅の定位置をつかみ、全日本クラブ選手権予選などの公式戦にも出場しました。土日のクラブチームの練習と活動時間がかぶってしまう陸上部は1年生の冬に退部しました。そこからは帰宅部ですよ。念願のアルバイトもしました。したがって高野連傘下にある高校野球の経験がありません。クラブチーム時代のチームメートによると足の速さはあり常に全力プレーをしていたものの、身体能力任せで野球のセオリーが分かっていない選手であり、
和田にプロを感じたことは一度もなかったと言います。それでも野球の神様は和田のことを見ていたのでしょう。時川クラブの先輩から BC リーグの武蔵ヒートベアーズに進む選手が出ました。和田は独立リーグの存在を知り、トライアウトを受けてみることにしました。高校3年生の秋、受験勉強を進める裏でグラウンドに向かいました。自分の力は底辺なんだろうなと思っていました。ただ実際に行ってみたら、思ったよりいけるんじゃと感じましたね。快速と思い切りのいいスイングでアピールしました。2次のシート打撃では安打を打てなかったものの、ドラフト会議にかかることになりました。親に報告すると、やりたいことが決まってよかったねと、むしろほっとされたと言います。なんとなく大学に行こうとは思っていましたけど、それまで本当に何もやりたいことがなかったんです。入団した BC リーグの富山で出会ったのが巨人と近鉄、さらにはメキシカンリーグでもプレーし、さらには石橋ジャパンでも主砲を務めている吉岡雄二監督です。とにかく思い切りプレーしろとしか言われませんでしたね。2017年の秋、快速と身体能力に目をつけたロッテから育成1位指名を受けて、ついに NPB にまでたどり着きました。3年目、2020年の6月に支配下に昇格すると、強肩として知られる甲斐拓也捕手からプロ初盗塁を記録し、2021年には24盗塁で盗塁王のタイトルにも輝きました。昨季まではダイソーがメインだったが、今季はスタメンでの出場が多く、プロ初本塁打を放つなど進化を続けています。ただ外野は荻野貴司が一軍復帰し、角中克也、岡大海、ポランコ、石川慎吾、山口幸喜、藤原恭太などライバルが多くいます。一番はスタメンで出て、自分の足で塁に出ることが一番だと思うので、セーフティバントも選択肢としてそうですけど、自分のしっかりとしたスイングでヒットを打てればいいなと思います。和田は走塁、守備だけでなくバットでも足を生かして出塁し、塁上を駆け回っていきます。甲子園を目指したことがなくても日本の頂点にたどり着くことはできます。他人と少し違う野球人生を振り返って、子供たちに勧められはしませんねと苦笑いしていますが、今ここまで来ているので間違いではなかったと思いますと言い切ります。でも仲のいい友達と3年間高校野球をやるという選択はあっても良かったかなと思います。高校1年の時、野球に戻るきっかけとなった友も大学までで野球はやめました。今でもプロに行ったのは俺のおかげだぞって言われますよ。仲間に呼ばれ、背中を押されるようにしてたどり着いたプロの世界、今後はどのような活躍を見せてくれるでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。